平成28年8月20日、阿蘇市内の巻商店街を歩行者天国にして、阿蘇市民復興祭りが行われ、大勢の人出でにぎわいました。およそ60店舗の出店が並んだ阿蘇市民復興祭りは、阿蘇市や商工会で作った大阿蘇日の山祭り実行委員会が開催したものです。今年はこれまで開催していた阿蘇体育館駐車場周辺が4月に発生した熊本地震の仮設住宅となっていることから、例年の大阿蘇日の山祭りの規模を縮小し、負けないぞ阿蘇を合言葉に会場を内の巻商店街に移しました。全長600メートルの歩行者天国には、市内の企業などから食べ物や飲み物の出店が並んだほか、移動動物園なども行われました。この日は近県の観光客や大勢の市民らが訪れて、なおさんのバイクトライアルパフォーマンスやもぐらたたきなどを楽しんでいました。また特設リングでは、九州プロレス復興応援イベントとしてシングルマッチや6人タッグマッチなどがあり、大勢の子どもや大人が迫力のあるプロレスを観戦していました。最後に佐藤市長がリングに上がり、この祭りを機に新しい阿蘇オンリーワンの世界へと挨拶。カウントダウンをして、およそ3000発の打ち上げ花火が夜空に大輪の花を咲かせていました。